予想していた範囲は見たはずだが、壁の穴はまだ先なのか。あれは調査兵団か。私はチュートン兵団リコ・ブレゼンスカだ。で、壁の破壊箇所は特定できたか。いえ、この先は。ここはチュートン兵団による防衛ラインだ。これより先に巨人の目撃報告はない。穴を見落としたということは、巨人が通れるほどの大穴を見落とすなんて考えられないと思いますが。おい、大変だ。巨人の群れが現れたぞ。本体が囲まれちまってる。なんだと。すぐに戻って本体の離脱を支援しろ。駐屯兵団も準備が整い次第加勢する。はい。巨人に包囲されたか。何としても全滅は避けなければ。俺たちがおとりになって時間を稼ぐんだ。本体が離脱する間、巨人を引きつけるぞ。馬で走っているだけではいずれ追いつかれるんだ。足の速い巨人をおびき寄せて一匹ずつやるしかないんじゃない。待ってろ。やるしかねえだろ。食らわせた。どうだってガス。かかってこい。食らわせた。岩が飛んできたぞ。まさか巨人が投げたの。全員立ち止まらないで、標的になる。やるしかねえだろ。やるしかねえだろ。ありがとね。こいつ、悪く思うな。
け者。やったぜ。やったぜ。調査兵団の離脱を援護する。砲台の準備を急げ。リコ班長、巨人がこっちに気づいた。準備が整う前にやられちまう。準備が終わるまで耐えるんだ。やるしかねえだろ。やったぜ。行ってやる。
悪く思うな。本体は本位を脱出できたか。あれは集合の合図だ。演壇の場所へ向かうぞ。本位を待て者、かかってこい。獣の巨人が現れたぞ。間違いねえ、あっちだ。あいつは動きが読めず厄介だ。先に仕留めるぞ。砲台準備完了。巨人迎撃のため一体軌道に移るぞ。周辺の巨人は我々が引き受ける。そこの砲台を利用してくれ。そこに向かおう。馬が一頭でも残っていてくれれば。
馬が残っているぞ。よし、これで作戦に復帰できる。こんなところで死ぬのはごめんだ。前回遭遇した時は火で撃退できた。同じ手でいくか。獣の巨人の周囲には護衛みたいな巨人がいやがる。そいつらから倒していくか。何なんだあの獣の巨人ってのは。逃がしちまったら何もわからねえ。どうにか危機は切り抜けたようだな。しかし妙じゃねえか、穴は開いてなかったんだろう。はい、それは確かです。壁内で巨人が湧いたとしか。巨人化できる人間が壁内にいたとすればあり得るが、さっきの巨人どもはどう見ても普通の巨人だったぞ。いや、普通じゃねえのも一匹混ざってたな。獣の巨人ですね。調査兵団はすでに何度か遭遇しています。報告は聞いてる。巨人の群れにいつも混ざってんだろう。しかも毎度姿を消しやがる。単なる貴公子ではないと。わからんが、とにかく一旦拠点に引き返そう。内地からの増援も到着している頃だ。
うん